茂木直子です。今法務局へ行って、窃盗されたあの筒井純和が、名前があったその役員のやつを取り直したんですが、筒井純和がいなくなってますね。違うやつと、まあ、再婚してまた違う名前で、登録されてるのかもしれません。後藤光弘の件は多分あのまだあるから、こいつの名前がもともと筒井純和であり、そして再婚して後藤喜子と再婚して後藤光弘という名前になってると。みんな広志が、名前にどうやら、関連にはあるんですけど、ですが、どちらにしろ、私が回収するんじゃないから。三井がばらまいた件は三井にやらせます。自分たちでばらまいてんだから自分たちで分かってますからね。そして私に払った後にしか回収できないのに、別人に払ってるっていう私の当事者格裁判は、三井住友海上が5億3000万、そして、損保ジャパンが不足分を、払うと。判決決定不足分を払うので、だから結局は三井が、少額のものでそうだって言ってるものを、決定がなされます。詐欺だということで決定がなされます。そして、損保ジャパンを入れなくてもいいかもしれない。もうあそこ屋台漏れんダメだから。でも、損保ジャパンの弁護士の、増力のりひこが、後藤光弘なんで、まあ、ですから外してしまうっていうのも手です。そして、三井住友海上の決定額が、まあ、少額であるならば、行政側が全部回収します。回収します。行政裁判と、連動してやっておりますから、それで金融庁に、回収と業務改善命令を求めます。そしてその、裁判書面がいつも上がってないということは、これは書記官の犯罪行為であるとして提訴と告訴をかけます。高裁から全然、被告に渡ってないんだっていうのを私は西村という方に伺ってます。国土交通省ですね。で、金融庁の方は分かりかねますっていう、詐欺丸出しの草加の犯罪です。草加学会の正福寺を立ち上げるために草加の人間たちがやった、草加学会の組織犯罪です。チューリヒフィナンシャルインシュアランスカンパニートップ CEO、マリオ・グレッコ。It was embezzlement to my injury insurance money and consolation money of steel by 草加 Group and Toyota、トップ CEO 常春佐藤。Reference please.